山です。ふみんです。若手 TV です。今回は電気通信大学やってきました。はい、調布にある国公立の理系大学ですね、はい、そうですね。まあ立ち位置的にはそこまで高くない大学ですが、ここで電気通信大学のキャンパス調査やっていきたいと思います。情報系の国公立大学、はい、東京の人は知ってるんですけど地方の人知らないですかね、はい、あんま聞かないですね、はい、私立と間違われる可能性が高い。いやいや、そんな謎に包まれた電通大調査しまいります。皆さんチャンネル登録と高評価、ガラカ、ツイッターとインスタの方も絶対お願いします。そういうこと、電通大キャンパス調査。わかって TV。電通大の学生さん見つけました。はい。学部と学年教えてください。1年の2類です。ちょっと2類ってどんな学部？1類が情報系で、はい、3類が工学系みたいな感じで、うんうんうん、2類がその中間の融合。なんか1類とか2類とか3類とか東大真似してるみたいで、なんかムカつくな。やめろお前。違うんだ。電通大は学際的な感じを出すために1類から3類に変えました。はい、あ、最近ね。はい、最近買いました。あ、そうなの？はい、色々学べるってことだよね。そうですね。どうなんですか、電気通信大どんな大学ですか？うん、短科大学なんで、はいはいはい、伸び伸びしながら勉強を集中できるかな、うん、感じで、結構気に入ってます、ね。はいはい、気に入ってる。気に入りポイント教えてくださいよ。ね、総合大学って文系とかがいると、はいはい、肩身狭いみたいなある。あー、なるほどね。みんな理系なんで話も合うっていうか。あー、文系のウェイがいないってことですね。確かに目障りやからね。うわー、いやいやいや、ゴミ。おい、ゴミ言うなお前。早稲田の創造理工嫌ってるからな。やめろお前、マジか。こんな教室を取ったら、まあ、ちょっと怖いですね。あとちょっとこういう知っといてほしい電通大プチ情報みたいな。ツイッターはやっぱり必須っすね。ツイッター必須アイテムなの？スクリーンタイム見たらツイッターだけグイーンになってる。タイムラインが音速で流れていく。この映画のエンドロール早いな。いや、やめろお前。自敗じゃねえか、ほんとに。電通大のお兄さん、はい、学部は情報理工学域っていう、この一類っていうところ、はい、情報系の方、はい、花形ですね。電通大キャンパス調査やってまして、はい、電通大のいいとこ教えてほしいんですか？東京駅から近いっていうの。いや、そ、場所いいのよ、ね、場所いいですね。意外と新宿駅から15分か20分くらい行ってちゃって、結構通いやすい感じ。意外と ね、僕らも来てみてびっくりしました。そう、通いやすいです、これは。あとはですね、周りの人がもともとプログラミングやってる人とか。あれ、プログラミング経験者が多い。意外といて、そういう人とかと友達になれると、プログラミングどうやってやるのとか、技術系とかの知識は深くなるのかな。すごい。それはプログラマー大井大学。もう素晴らしいですね。めちゃめちゃいい大学や。天才ハッカーとかいるんじゃん、もしかしたら。多分いるんじゃないかなと。いろいろ物作ってる人とかいますかね。なんかここ初音ミクあるんですけど、はい、ホログラム使って初音ミク踊らせるとか。おお、ビーヤマってやめろお前しか言わんから。ビーヤマの VTuber で全然いいねんな。もうやめろお前。誰か電通大ビーヤマの VTuber 作って。おい、分かったれお前ちょっと。ホロロイド。もうクビにしようと素直な。でもなんかポジティブなオタク多そうな気がするね。電通大の兄さん見つけました。はい、お兄さん何年生ですか？今ドクターの1年です。おお、 M1。 M1 じゃないです、B1 です。あ、ドクター。博士課程。博士、はい、もう修士取られてます。失礼しました。はい、すごい。ちょっと地雷踏むなよ。ちょっと私立文系なんですよ。ちょっとそれヒント無縁の男なんで。めんどくさい、わかんないですよ。ずっと学部時代から電通大ですか？もうプロパワーで、はい。電通大歴7年目とか。そうなります。うわ、やば。電通大の長老。電通大の主。やめろお前。電通大どうですか、7年通って。うん、いや、まあ悪くないですよ。それ結構立地もね、都心からも近いですし、はいはいはい、技術力に関してもフィッター所とかでもバズるところもあるし、はい、話題になるぐらい、まあ、はい、いろいろ、まあ、湿気体験装置とかね。あの、湿気。あ、知ってる。アンユンがやってた YouTuber とかやってますよね。はいはい、なんか腰につけて、機械で、うん、なんかお漏らしした感覚を味わえる。なんでそれ。うちの学生なんですよ。そういうちょっと奇抜な研究とかもやってたり。ちょっと。バンユンのユンちゃんおるやん。お漏らししちゃったーって動画を上げてて、それでバズってて。ちょっとやばいな、それ。下ネタでバズるな、バンユン。そういう、なんだろうな、いわゆる変態的な研究とかもやってたりしてて。変態的な研究が多い。僕の研究はすごい真面目なやつなんですけど。あら、エッチな大学。やめろお前。全裸監督大学じゃねえよお前。やめろ。ディープキス体験装置って確かうちの大学。ちょっと、ディープキスを体験できる。ディープキスを体験できる。ベロ中ですね。ベロ中。どんな研究もやってんの。男のロマン。男のロマン。ね、すごいね。もう伝統的に男子が多いんで、タガが外れやすいという。なるほど。うわー。今後、電通大の学生やってほしい研究とか、なんか。もっと本当に飛び抜けたやつやるんだったら、もう完全にメスに
メス？してやる装置だった。メスにしてやる。女性っぽく振る舞える、本当に女の子になりやすくなるようなシステムで、結構あのアシストしてやるやつだとか。それは VR みたいな話。まあそこでさらに発展させていけばそういうのもありなんじゃないか。リアルに持ち込むみたいなとか。もうすごい今適当言ってますけど。いやすごいな。まあとりあえずテクノロジーで、テクノロジーすごいな。菅総理、電通大に予算10兆円お願いします。ディープキスしたいだけだったろお前。ただディープキスしたいだけだろ。俺のメスが欲しいよ。やめろお前、気持ち悪いよ。電通台作ってくれよ。俺のことを好きな女の子作ってくれよお前。電通台の男の子見つけました。はい。電通台の何年生ですか。はい、1年です。あ、1年生。1年生どうですか、電通台入ってみて。いや結構プログラミングとかも授業始まってて、ほいほいほい、難しい。早いんや結構もう。あ、結構そうっすね。なるほどね。なるほどね。どうですか、あと工房みたいなのがあって、そこでロボット作ったりみたいな。おー、プログラムみたいなのがあるんや。そういうなんかロボット作れがとても楽しくて、なるほどね。ロボットも作ってたりするんや。ちょっと今携わってるというか、まあ、結構簡単なやつなんで。はいはいはい、作ってた。いいですね。僕のイメージですか、はい、電通台って結構滑り止めに使われるみたいな。なんか実は僕も高級。やっぱり電通こういうイメージあるんですよ。そうなの。滑り止めって言い方じゃなくて、はいはい、2番目に行きたい台が。なるほどね。大志望はどこやったんですか。大阪です。お、半大京都ですよね。僕京大です。はい、なんか受験前夜に、はい、TikTok に流れてきて、受験前夜に兄弟でめっちゃなんか他の大学を蹴散らしてるとこ、はいはいはい、まさか会うとは。俺と出会ってなかったら自信満々に半大受けて受かってたかもな。やめろお前。お前のせいじゃねえか。兄弟の俺見ておじけづいてもだから。やめろお前。電通大のね、はい、あの男性見つけました、はい、何年生ですか。今学部3年です。あ、3年生、はい、ちょっとベテランです。はい、じゃあ関西弁ですね。上京してきたの最近なんで。3年次編入で。あら、編入で出ました。編入です。元々どちらですか。僕高専から来ていて。あ、そっちだ。なるほどね。何高専ですか。あの神戸市立高専。へー、あー神戸の高専から。はい、ちなみにあの兵庫県の高専情報を言っとくと、はい、明石高専っていうところあるんですけど、はいはい、明石高専国立なんですよ。え、神戸市立高専っていうと、はい、高専の中で2番手です。そうなの。マジで。そうなの。いやいや喜ぶなよお前。神戸市立高専ですって言ってたけど、明石高専の方が上やろと思う。やめろお前。高専でも負けて。やめろお前。でまあなんとか電通大に這い上がってきたってことで。バカだれ。電通大どうですか。そしたら、うん、最近入ったばっかですけど。そう、高専の時と違ってその超高型で面白い授業とかあったりとか。ならではも専門分野をもっと深掘りしていってくれてるので、うん、入ってよかったなとは。おー、いいですね。いいですね。電通大の男の子2人組見つけました。はい、何年生ですかそれぞれ。僕2年生です。僕2年です、うん、あ、ぽいっすね。やっぱ電通ぽいってどういうことだお前。チェックショットとかでもないよ。3級カットじゃん。やめろお前。それちょっと一個話しましょう。そうなんすか。僕ら今こんな髪型じゃないですか、はいはいはい、3ヶ月前ぐらいに、はい、カタンっていうゲーム知ってます。あ、カタン、はい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 、僕らの間でカタンがめちゃくちゃ流行ってて、はい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 、流行りすぎちゃって悪乗りしちゃって髪の毛かけるようになったんですよ。カタンで負けたら坊主にするっていう。坊主5なんや。そうですね、坊主5ですね。だんだん伸びてきた感じで。出所した後みたいになってる。そこでちょっと風味に聞きたいなって思うことがあった。聞きたい。逆質問。僕らは結構坊主になった2人として結構聞かれることが多いんですけど、え、何何。彼は横をカットして坊主を途中で、あの美容室行って横だけ。なるほどね。俗に言う2ブロックってやつです。はい、僕はもう坊主にかける金なんてもったいないなと思ってそのまま放置して、僕は彼と対等だと思ってるんですよ。同じあんま変わらん。どっちがおしゃれかっていう。なるほどね。そうそうそう、自分だと思うんですけど、かたくなに、いや俺の方がかっこいい。かっこいいっていうか、変わんない。いろんな人に聞くんですよ。むしろお兄さんの人としては2ブロックしてもそんな変わんねえから、自然な俺の方がいけてるだろうと。もっと坊主だろ。同じハゲだって主張する。今ズルしてちょっとワックスつけてたんですよ。風味いると思って、家帰って。やばいやばいやばいって。ツイッターで見てね。ちょっと、坊主のくせにおしゃれ気取ってんのはあかんな。どっちがあると。自然な方がいいね。自然な方がいい。じゃあお兄さんの勝ちで。ちょっとおもろいな。ね、まあそんな話置いといて、電通大のなんかちょっとプチ情報みたいなちょうだいよ。はい、理系単科悩んで、はい、全然女子いない。ああ、女子がいない。僕らもね結構女の子話しかけたいですけど、全然いなくて。そう。生態を知るから。確かに。電通大女子。はい。お前彼女いるじゃん。ちょっと。すごい。やっぱナチュラルの方が強いやん。やっぱ。電通大の彼女。あ、そうです。え、すごい。めっちゃすごい人じゃん。人狼で言うと CEO のタイミングめっちゃいい。どうやって勝ち取ったの。倍率100倍とかでしょ多分。
なんか結構知り合って、友達も全然お互いいなかったんですけど、はいはい、なんか気づいたら。インスタの DM で落としたんだよな。渋いやん。おい、渋いやんも失礼だし。言われた。付き合って今どんぐらいなんですか？付き合って今6ヶ月ぐらい。あ、半年。半年ぐらい。結構ラブラブ。まあそうですね。可愛いの、そもそも。電通大の女の子ってさ、あ、可愛いイメージないだよ。いや、めっちゃ可愛いです。めっちゃ可愛い。いや、ちょっとなんか例えてほしいな、なんか芸能人で言うととか。なんだろう、小魚。いや、日向坂？すごいな。日向坂のセンターです。マジで。羨ましがられるんじゃないの？僕羨ましいっす。あ、そうなんや。別れる街。いや、さすがにないですけど。寝とれ寝とれ。寝とれ。NTR すな。今度羨ましがってるんだから、ちょ髪型ぐらいさいじんないであげてよ。付き合ってからなんか急に上からなったんじゃん。ちょっとありますね。というわけで電気通信大学キャンパス調査やってきました。はい、知名度があまりない電通大ですが、はい、実際話聞いてみるとめちゃめちゃすごい大学なんやなっていうのが分かった。そうですね、情報系にも機械系にも強い、はい、なんかどういう風に使っていったら、ね、はい、なんか良くなるかみたいなことも話してる人いましたね、はい、学生もね、個性豊かでね、なんかすごい面白い大学なんやなっていうのが伝わってきました。はい、場所もいいですしね、皆さんぜひ受験に考えてみてください。皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄、Twitter とインスタの方も絶対お願いします。じゃあ今日この辺でバイ。